はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝、徳川家康で秀忠から独立するプレー、続きをやっていきましょう。今回は大阪冬の陣の後、夏の陣に向けてというところになっていくかなと思います。ではまず夏の陣に向けてのシナリオの部分ですね、さらっとだけ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。表情を始めます。先月の終始です。さあ、ではここから早速ですね、独立に向けた下準備で、まずは鉄が全くない状態が続いているので、それを改善をしていかなきゃいけないですね。なのでどうしようかな、まあ、重点的に鉄を作っていかなきゃいけないとは認識しつつも、すぐには作れないので、やっぱりここは寝室で鉄が作れる場所を確保していくことかな。ここに砂鉄があるの、鉱脈があるので、ここに行くこと、あとはここに砂鉄があるので砂鉄を開拓しておきましょう。で、労力不足か、もうこれでターンを送るしかないっていうのが苦しいとこだよな。先月の終始です。報告します。建設ができるようになってるかどうかだな。お、鉱山町が作れるな。
どうだろう、鉱山町よりもタタラ場にして鉄を一気に作った方がいい気がするので、ここはタタラ場にしましょう。でこっちには鉱山町を建てて、兵数の増強に努めていきましょうか。名所に名所か。結構名所砂鉄は多いけど木がないんだよな。材木が作れなくなってくると、いずれどっかでなんか頓挫しそうな気もしますけどね。まあお金はちょっとあるので鉄を買っておきますか、少しでも。で縄文の増強には早急に努めていかなきゃいけないので、表情を始めます。先月の収支です、報告します。さあこれで回収を入れていきましょう。まずは城門をマス型門に変えて、で鉄不足、早くも厳しいね。で労力不足か。結構なんか厳しい戦いが待ってそうな感じだな。ここはせっかく建てた畑とか壊してもいいんだけど、ここ鉱脈で作れない理由は何？鉄不足か。そもそも鉄がないんだったら一旦送りましょう。ここはあえて労力を消費するのではなく、一旦送って鉄が手に入るのを少し待ちましょうか。ご命令を。先月の収支です、報告します。力もちょっと増強していかないと厳しいしな。とはいえ鉄もないし、ここは鉄をまた買いますか。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。
かなか厳しい状態が続いてるけど、このまま行くと独立後すぐに潰されるのがちょっと目に見えてきたな。この大阪の陣自体は、まあ、すんなりクリアできるとして、その後ですよね。まあそうはいかないんですけどね、このあと秀忠に弓を引くっていう一大イベントが待ってますからね。道明寺の戦いですね。ここも戦国伝はやっていきましょう。ちょっと今までいろいろ見ていただいている方には退屈なシーンが続いてしまうかもしれないんですが、進めていきましょうね。で、戦国伝はどうなってるかというと、水野勝成の撤退、政宗の撤退ね、まあ、この辺りは大丈夫かな。まあ、そもそも政宗がまず到着してないので、ここは水の隊は少しだけ前に出て様子を見ましょう。
これはマタベの軍に正面から当たるのは得策ではないので背後に回りましょう。かしこまりました。てか強すぎだろマタベ。全く兵が減ってないですね。背後を取ったはいいけど、普通にぶつかってもなかなか厳しいよな。ここは奥義一線をぶちかましたいとこだけど。乱戦に持ち込みましょう。奥義一線で肩をつけちゃいましょう。大阪の陣において3000丁以上の鉄砲を揃え、圧倒的な火力を誇った伊達軍の中で鉄砲を装備した騎兵である竜騎兵たちはひときわ異彩を放っていた。鉄砲隊前へ、みんな我に続け。竜騎兵は速度と展開力に優れ、包囲射撃の繰り返しと騎馬隊の突撃により後藤軍を圧倒した。竜騎兵を率い勇猛果敢な戦いを見せる片倉重長は自ら敵陣に切り込んで敵将の地球を挙げ、伊達家に鬼の小十郎ありとその名を天下に轟かせた。銃撃を受けて負傷した後藤又兵衛は自害に追い込まれ、後藤隊は壊滅。竜将又兵衛の死は豊臣軍にとって大きな痛手となるのであった。これでマタベが戦線に立つという感じですね。さあ奥義一線持ちいるし、ここはちょっと一旦陣容を整え直した方がいいでしょう。まあ数の上では圧倒的に有利なので、こちらはまずは陣形を整えましょう。
そういえばバカボンド全然最近読んでないけど、どうなんだろう、新刊出てんのかな。今集めてる漫画、全然違う話をしてしまいますけど、ワンピースとハンターハンターは今ももうこのなんていうのかな、打足というか惰性というかで買ってしまってる感じなんですが、あとはですね、最近は戦国ゴンベイを買おうかな、読もうかなと思ってるんですけど、もし今買うんだったらもうちょっと部屋のスペースの問題を考えて、まあ Kindle 版を買おうかなとは思ってるんですが、戦国ゴンベイチラッとしか読んだことないんですけど、どうですかね、面白いんだったら結構長く出ているようなので、コミック版が一気にまとめ買いしちゃおうかなとも思ってるんですけど、戦国ゴンベイ読んでる方いらっしゃれば感想とかおすすめ具合とか、あるいはね買う必要ないよとかね、そういうのあれば教えていただければなと思うんですが、ここはどういう展開になってるかというと、まあ数で圧倒できるかな。水の台は少し下げましょう。数がそんなに多くないので、この後どう戦いがなるかわからない以上は、今のうちに戦力を使ってしまうと結構危なくはなってくるので、水の台は少し下げます。来たなあ、奥義一戦が。このね、奥義一戦を恐れてたんですよね。伊達隊まで混乱したか、奥義一戦で。奥義一戦のタイミングがもう少し早かったら、もう少し戦力を削られてたかもしれないですね。これで雪村隊と毛利隊が来たか。やっぱり水の隊は温存しておいて正解だったな。でちょっとでもね、混乱を収めておかないとまずいことになるな。雪村が7000か。で、勝永が3000、合計1万ですね。まあ数の上では圧倒的に有利だけど、まあ勝永も雪村もかなり強力ですからね。まともにぶつかるとちょっと危ないかな。
さあこれで数的にはかなり不利になってはいるな。片倉隊が大ダメージを受けているので、片倉隊はちょっと下げざるを得ないですね。ここはまずは毛利隊を潰しに行った方がいいな。その間に松平隊で雪村を支えてもらいましょう。そしたら最後雪村隊の壊滅を目論みましょう。これが独眼流の戦だ。これで決めるぞ。まあさすがに数で圧倒する感じかな、戦い方としては。
ではこの戦国伝まではちょっとプレイをしていきましょう。ここは割とサクッと終わったかなと思いますので、直隆高虎が撤退で、で重成と長宗我部の合流も避けなければならないっていう感じか。なるほど。ってことは早急にまずは敵に攻めかかるのがいいのかな。さあ、長宗我部対5000か。味方はというと木村重成たりでが5700ね。まあ、数では若干ぐらいしか有利な感じはしないな。これは結構真面目に戦わないとやられる可能性がありますね。木村重成の方はどうにでもなるとして注意しなきゃいけないのは長宗我部隊かな。案の定やられるね。ちょっと下がるか。できるだけ早く。合流されるとまずいな。合流される前に蹴りをつける。長宗我部が神速持ってるのはちょっと予想外だったな。合流されないためにも何としても間に入らないと。かなり兵力を失うけど直隆で間に入らないと合流されますね。よし、撃破した。危なかったな。神速使われると高虎が置いてかれましたからね、今一瞬。
ちょっと危ないシーンもありましたが、ここはまあ無難に勝利という形ですね。はい、では少し時間が長くなってきましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回いよいよ大阪の陣集結し、家康独立というところをですね、皆さんと一緒にプレイできればいいかなと思ってます。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。